横須賀市は神奈川県南東部の三浦半島に位置する市。中核市に指定されている。人口は約38.7万人。長いから相模湾越しに望む箱根山と富士山、神奈川県南東部に位置する三浦半島の大部分を占め、地域の東側は東京湾、西側は相模湾に面する。東京湾唯一の自然島である猿島も、 行政区域に含まれる。行政区域内標高の最高点は、オークス山の標高242メートルであり、三浦半島の最高峰となっている。それほど標高が高い山はないが、中央部は、山間部や急峻が丘陵部が中心で、平地は少ない。そのため、古くから海岸線の埋め立てが行われており、現在の中心市街地も大部分が埋め立て地にある。 また、海岸沿いまで山が迫る地形のためトンネルが多いのも特徴で、神奈川県にある道路、鉄道トンネルのおよそ半数が市内に集中している。直下には、三浦半島断層群が所在している。市内の行政、経済的都市機能が集中する東京湾岸には、大工場や住宅群がひしめき合うが、相模湾岸には、自然が多く残され、農業も盛んである。 市内中心部から東京都心までは京急本線で約1時間の距離で JR 横須賀線では約1時間10分かかる。また横浜横須賀道路など地域高規格道路が整備されており、車では東京国際空港まで約1時間、東京都心へは1時間15分程度となっている。東京湾の入り口に位置するため、江戸時代から 国防の拠点とされ、大日本帝国海軍横須賀守府を要する軍港都市として栄えた。現在もアメリカ海軍第7艦隊、横須賀海軍施設及び海上自衛隊自衛艦隊、横須賀地方隊及び陸上自衛隊竹山駐屯地、栗浜駐屯地や航空自衛隊竹山分屯基地などの基地が置かれており、現在でも、 かつての軍と軍校としての名残を多く残す。また自衛隊関係の教育施設も置かれている。三浦丘陵に一致するため地形が山勝ちという地理的要因から今後大きな人口増加は望めないため国際会の手文化都市をスローガンに交流人口の増加、そしてまた来てもらえる街を目指している。施策として 横須賀リサーチパーク開設や横須賀、海辺ニュータウンの開発、高等教育機関の誘致、海軍カレー、横須賀ネイビーバーガーによる街を起こし、異国情緒漂うドブ板通り、映画撮影や、市内が登場する、アニメ作品の誘致や、タイアップ企画、ベルニー公園、三笠公園、栗浜花の国、長井海の手公園ソレイユの丘、横須賀美術館等、 観光施設の整備などが積極的に行われている。また、基幹産業が景気に左右されやすい重厚長大産業であることが災いして、市民の所得水準が県内では三浦市に次いで低く、多くの人口を抱えながら市民税の収入が県内でワースト3であり、市の財政は、市債と地方交付税に頼らざるを得ない。 市債召喚が財政を圧迫しており、市の財政は非常に苦しいものとなっている。一時は年間数千人単位の人口減にもかかわらず、YRP 効果で法人市民税が増加していたが、ここ5年はほぼ頭打ちとなり横ばいである。約3万年前に遡る石器や2万9000年以前に作られた長方形の落とし穴列が船く遺跡で発見されている。 縄文時代に入ると生活の後である貝塚も市内に参見されるようになる。古墳時代には小規模ながら古墳が作られ、奈良時代中頃までは、相模国から、上佐国へと抜ける古東海道が通じていた。市内公共の宗元寺は、県内屈指の古刹であり、三浦軍の行政の中心地であったとも言われる。中世には、三浦市、後に、 相模三浦氏が一体を支配するようになるが、戦国時代に北条氏により滅亡、その後、徳川家康の領地となる。江戸時代に入ると海上からの首都の玄関口となり、東明堂や奉行所が置かれた。1720年に浦賀奉行所が置かれて、以降は浦賀が商業地として栄えた。幕末には黒船来航の地となり、 関音崎灯台の転倒横須賀製鉄所や横須賀鎮守設置、横須賀線の開通など、近代化や国防における要所として発展。県内では、横浜市に次いで2番目に、市政志向を果たした。昭和時代に入ると大日本帝国海軍の一大拠点となり、軍事施設を持つ周辺の町村を併合することでほぼ、現在と同様の地域が形作られた。 このため、横須賀市では、昭和の大合併に伴う、市町村合併は行われていない。戦後は、アメリカ軍や自衛隊が駐留する一方を、東京や横浜など首都圏のベッドタウンとして、発展した。1977年11月以降県内、人口第4位となり、1992年5月1日に43万7171人と、最高値を記録した。 その後は、減少に転じ、2012年4月には、藤沢市に抜かれ県内第5位となっている。2018年2月には、推計人口が39万9845人と発表され、1977年以来41年ぶりに40万の大台を割り込んだ。2021年の人口は約39万人。横須賀市では、 一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。また、1949年から1956年にかけて一部の区域で間違い町名地盤整理が実施された。住居表示実施前の町名討論で河川がある、町名はその全部、それ以外はその一部であり、町名の末尾に数字がある場合には町名を表す。 なお、町名欄に印があるものについては、その町区域の一部に住居表示未実施の区域があることを示す。総務部、企画調整部、財政部、市民部、健康福祉部、子ども育成部、病院管理部、環境部、境部経済部、都市部、土木緑部、公安部、上下水道局業務部、上下水道局施設部、消防局、市議会事務局、 教育委員会事務局管理部、教育委員会事務局障害学習部、選挙管理委員会事務局、関西院事務局東京湾、浦賀水道に面する市の東側では、南部や北部で工業地が形成されている。横須賀港からは、自動車が輸出され、ウランとマグロが輸入されている。また主要駅の周辺で、商業機能の集積が見られる。市西部では、 農業や漁業が盛んである。主な立地企業と YRP、NTT どこの R&D センター農業市内では都市部、工場地帯、山林が共存し、市の南部、西部を中心に農業活動が盛んに行われている。近年では減少傾向にあるものの農地は地域の4%以上を占める。かつては水田も多く見られたが、 平野部の定地は住宅地や工業地に転換し近年では大部分が畑作地となっている。主な生産物はキャベツ、大根、カボチャ、メロンなど農協業務は自然域にわたって JA 横須賀葉山が取り行っている。漁業市西部の方が漁港が多い。東部の東京湾側は軍港や商港の占める割合が高い。市内の漁協としては 以下の三つがある、商業横須賀中央大通り、近年に横須賀市でも、国道や主要地方道といった幹線沿いに多く、立地する、ロードサイド店舗の進出が目立っている。そのため、小規模小売店などは、厳しい状態に追い込まれており、シャッター街状態の、商店街が増え問題となっている。一方で衰退に歯止めをかけるため斬新な、活性化策を実施して、 効果を上げている商店街も少なくない。市内全体の人口は減少。高齢化が進んでおり、ロードサイド店舗、商店街関係なく対策が求められている。ちなみに市内で全2式アーケードを設置した商店街は市内3つで県内でも3番目に数が多い自治体となっている。商店街百貨店、ショッピングモール郊外型店舗。 スーパーマーケットチェーン、横須賀基地に停泊する自衛艦の群れ横須賀基地を、出港する護衛艦稲妻と南極観測艦知らせ、横須賀基地に停泊する、護衛艦村雨横須賀海軍施設に入港した、USS、ジョージ・ワシントン1871年に完成し、現在も使用されている、横須賀海軍施設1号ドック。横須賀市は、日本国外の以下の都市と、 姉妹都市協定を結んでいる。地名の金表記は横須賀市のサイトによる。姉妹都市のほか姉妹工程系を結んでいる公案もある。横須賀市は以下のグループに所属している。2018年現在、私立46校、私立1校が存在。少子化の進展に伴い、近年私立校の再編が始まっている。2018年現在、 私立23校、私立2校が存在。中学校についても私立校の再編が始まり、2007年4月に、桜台中学校、坂本中学校から、分離を廃止し、坂本中学校設置に統合された。公立私立三笠公園の記念館、三笠横須賀美術館市内の集廃業務は、以下の5集廃局が管轄する。郵便局下記のうち、集廃局は、 横須賀郵便局、栗浜郵便局、長井郵便局、田浦郵便局である。なお、葉山町にある、葉山郵便局の周廃地域が存在する。市内全域が、横須賀 MA に属する。市外局番を呼び、市内局番合わせての頭4桁は046から8、XX であり、横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡葉山町で共通である。 中心となる駅、横須賀中央駅、横須賀駅旅行については、行業を参照。島以降、佐島の要塞跡井笠山公園荒崎、立石公園長井会の手公園ソレイユの、岡西会芸能芸術スポーツ野球サッカー、バスケットボール格闘技、武道、相撲その他実業家その他の分野1989年の、ドブ板通り改修に際し、 これら出身者及びゆかりある人物18名の手形のレリーフが路面に埋め込まれた。蛇にピアスアマの遺体が見つかった場所。ありがとうございます。